たいと思います。はい、こちらパイピング袖タックコート品番が K の10106です。はい、はい、お色が今いーちゃんが着ているのがベージュです。ベージュです。はい、手に持っているのがミントです。ミントです。はい、こちらグーちゃん着ているのがスイードとなります。はい、はい、以上3色展開ですね。はい、お値段いきます。じゃじゃん、4500円。イエーイ。はい、はい、こちら12月16日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格となっております。はい、ではポイントお願いします。これはね、なんといっても、まあ、ちょっと多分皆さん結構こっちがポイ、なんか気になってるんかな、なんかどっちかは分かんないんですけど、まあ、シルエットが結構こういうちょっとお襟のあるタイプっていうのが、なんか今までのコートとまた雰囲気が違うような、そうですね、うん、気がしてます。はい、で何よりやっぱこのパイピングがこの感じがすごく可愛いのと、うん、まあ、素材も一応先にお伝えしておくと、はい、あの私が今着てるあの無地の方、うんうん、あ、両方一緒なのかな、ポリエステル100ですね両方、うん、でパイピング部分は合皮なんですが、うん、でもすごく高見えするし、はい、また何よりやっぱこのグーちゃんが着てる方のこのツイード系は、はい、もうこれ着ただけですごいグッと華やかになる、うん、確かに、うん、コートだと思います。はいはい、でシルエットはもうストーンとしてる感じですし、はい、このタイミングの切り替えが結構上なので足長効果もあると思います、うん、ありそうなコートだと思っております。はい、はい、以上です。ありがとうございます。はい、でこのお線の部分がそして可愛いんです、うん、はい、こっちかな、はい、こっちか、ちょっと待って、こうやわ、こうだね、こうだね、めちゃくちゃ可愛いんです。ここがこのタックが入ってる感じ、うん、タックはね、ツイードはちょっと分かりづらいんですけど、でもツイードもちゃんとしっかり入ってますよ、ミントはすごい、さらにフェミニンさが増しそうです、はいはい、今日マイマイ品もありますか。マイマイ品もあったんです、ね、あ、赤のニット、赤です、赤のニット、赤のニットだけかな、ね、今日は、はい、あ、そうです、はい、ね、低身長動画ありますか、うん、っていただいてるので低身長動画お見せしますね。はい、152センチのみーちゃんが着ています。これですね、うん、丈も引きずることもないですし、膝よりちょっと下ぐらいなので、はい、今のこれからの時期すごいあったかく着こなしていただけるんじゃないかなと思います、はいはい、でこちらが高身長さんですね、うん、169センチのスタッフです。はい、な感じですね、うん、はい、以上となります。よいしょ、ボタン止めてほしいってあったんで止めます。はい、止めたらこんな感じです。あ、でポケットもついてます、ちゃんと、はい、ここにあります。はい、止めたらこんな感じで、ちょっとやっぱり、うん、ね、襟の感じがあるからかわいい、ね、すごい、マフラーとか白とかめっちゃ合いそう、ね、あ、合いそう、首元マフラーしてあったかくしてもらったら、うん、しっかり真冬も着れると思います。はい、はい、ちょっと袖短いですかって着てる、中にね、着てる服が今私長いからかもしれない。あ、私らもね、長いね、結構袖はね、そんなことはないですよ、これぐらいです。はい、私とぐーちゃんで、はい、こんなぐらいの丈感になります。はい、くーちゃんミント着てほしいですっていただいてるので、うん、私ミント着てこようかな。はい、色迷いますね、やっぱり。あ、動画見やすい、良かったです。そう、そのままピッチやったらできるようになったんで、すごい便利だなと思いました。裏側どうなってますか。裏地はね、あのございますよ、ちゃんとこういう感じ、ポリエステルの布あるので、風もこうスースー通るタイプではないので大丈夫だと思います。はい、あったかいかな、あったかいと思いますよこれ。あの、まあ、厚手かと言われたら、まあ、最近出たコートであったりとかボアのコートとかの方が多分厚手かなと思うんですけど、でもあのもし寒かったら中にインナーダウン着ていただいたりとかマフラーしてもらったりとかすると大丈夫なんじゃないかなと思います。はい、でちょっと生地アップだとこんな感じです。ちょっと金毛感のあるプリエステル感じです。は
はい、ポケットにスマホ入れてみてほしい。あ、全部入りました。ちょうどこれぐらいぴったりです。で、なんか別に重さで形がめちゃくちゃ崩れるとかはないので、ポケットに入れても大丈夫だと思います。はい、あ、ポケットがサイズに斜めについてるコートが多いですが、前についてるのはいいな。そう、ちょっとポイントになりますよね、ここのこの感じも。なんかさりげないんですけど、ちょっとポイントになる気がします。あ、ツイードのアップですね。はい、どうぞ。こんな感じです。ツイードの方が結構しっかり重さがある気がする。なんか重さね、一緒だね。でも、うん、970g って書いてるんですけど、重い気がしますね。体感ツイードの方がちょっと重いような気が、やっぱ生地がずっしりしている気がします。はい、うん、私もじゃあ私ツイードを羽織ろうかな。じゃあミント着てきました。かわいい、ミントかわいい、雰囲気変わるね、やっぱね。雰囲気変わります、だいぶ。ボタン閉めてもかわいいと思います。今ね、うん、お着替えしてくださってるんで、少々お待ちください。ツイードは固めな感じですか？うん、厚で固め、固めですね、うん、ミントとベージュと比べるとやっぱり固めな気はします。はい、ミントいいね。ミント可愛いですよね。可愛いです。可愛い、グーちゃん似合う。本当ですか？なんか顔写りいけてる。それそうですか、うん、髪色と合ってる。あ、なんか色が色合いが可愛い。でも最近出た6300円のグリーンが気になる。あれですよね。あ、それだ。ちょっと色を合わせてみます。若干こっちの方が暗いね、色が、うん、これもめっちゃ可愛いんです。最近出たやつ出たコート、ダブルボタンですね。はい、と色比べてみるとこっちの方が深みはあります。はい、グーちゃん着てるのめっちゃ欲しくなっちゃう。ありがとうございます、あくりさん。めちゃくちゃ可愛い。これタイピングがもう絶妙な柄じゃないや、この色が絶妙です。めちゃくちゃ可愛いです。はい、じゃあ次のやつね、お値段が4500円です。4500円、コートにしてはすごい価格は安いと思います。はい、ベージュとツイードも合います。どっちも可愛いですけど、インナー、このニットとかがベージュ系持っていらっしゃる方はミントの方が合わせやすいんじゃないかなって思うし、中結構カラーもののニットとかが多い方はベージュの方が合わせやすいんじゃないかなと思います。自転車は危ないかな。自転車はね、長さがあるから何とも言えないですけど、気をつけていただいた方がいいと思います。はい、家で秋ならダブルボタンの方ですかね。私もダブルボタンで家で秋なんですけど、ダブルボタンの方が合うんじゃないかなとは、深みがあるんで合うかなとは思うんですけど、ちょっと分かりかねます。どっちですかね。なんかぐーちゃんが今着とるのはなんか春さんがすごい似合いそうなイメージ。みーちゃんとかですね。でも別に、うん、あの秋の方でも明るい方が似合う人もそういるし、うん、そうですね、そうなんです。なんか多分その中でも変わってくるので、うん、なんかでもどっちかというとなんか家辺っぽく見えるね、うんうん、それは、うん、ちなみに私は家辺秋のストロングです。はい、丈感ありますかね。私はね、膝よりも下です。はい、よいしょ。はい、はい、かわいい、クリードを着ました。かわいい、高見え、次のニットを着てきてはい、こんな感じでちょっとこうロンティーとかに合わせたりしてもおしゃれです。高見えするね、すごい。やっぱ します、めっちゃ感動しますねはい、こんな感じです。はい、可愛いですね、うんうんうん、じゃあ
大丈夫そうですかね、はい、いけそうですか、コート、うん、はい、あ、ストロングって何ですかってあるんですけど、うん、あのね、パーソナルカラーでも、あの今4つでいつも言ってるんですけど、多分伝えてる時って春夏秋冬で言ってるんですけど、その中でさらに4つに分類される、うん、全部で16パターンまで、そう、あの見ることができるらしく、そうなんです、そうなんです、最終的に出して16パターンまで見てもらったので、はい、そうなんです、それのストロングっていうのがあって、はい、詳しくよかったら調べてみてください。そうですね、はい、すいません、はい、じゃあ、うん、お仕置き替えしていきます。